こんにちは。今日は、初めてですね、このチャンネルでは初めての、パンツの紹介になります。で、まあ最初何にしようかなと思ったんですけど、単純にこう持ってる本数が一番多いもので言うと、このリーバイスの606っていうモデルを一番本数的には持ってて、全部でおそらく7、8本あるかなっていう感じなんですけど、ここにね、今ね3本用意したんですけど、こちらは全部ね同じモデルになります。606の中でも型番も同じで、生産6も同じもの、単純に品番が同じものです。で、過去にまあ古着で買ったりとかしてるものとかリメイクをしてるものを合わせての本数なんですけど、今はもうこのリジットから履き始めてるこの3本しか、ほとんど履いてないような状態で、でデニムの中でもすごくこうお気に入りで、まあ自分の中でもこう時代が変わってって履くパンツのシルエットが変わっていって、ここ何年かはデニムで言うとこのシルエットに落ち着いてるかなとは思うんですよね。まあ要はちょっとこうスキニーとかも履かなくなって、スキニー履いてたとしても今でいうこうストレッチの効いたデニムをももとかふくらはぎまでパンパンにするようなっていうのは今までほとんど履かなかったですけど、一番長く履いてたのは RPSA のプチニュースタンダードとディオールオムの、シーズンはちょっと忘れたんですけど、ディオールオムが岡山デニムで作った最後の、2006年か2005年かあたりだったと思うんですけどの、リジットから履き始めて、その2本はかなり長く履いて、まあ結構スキニーっぽくかなりジャストサイズで履いてたので、それはもうその2本ともサイズアウトして、もう処分してるんですけど、いわゆるスキニーっていうシルエットからもう少しゆとりのあるシルエットに移行していって、の中で落ち着いたのがこの606で、この606もあんまりこう歴史みたいなことは話さないですけど、まあスキニーの、元となってるような、この時代にしてはかなり細かったモデルになってるので、まあ、リーバイス好きの人とかヴィンテージ好きの人とかでたまにね持ってる方はいるかもしれないですけど、リーバイスのデニムのラインナップの中でもちょっとマイナーな方にはなるとは思います。大人になってこうリーバイスのデニムを好んで履かれる方ってやっぱりこう501とかそういうちょっとこうヴィンテージ寄りの発想になってくると言いますか、やっぱりあれを原点とされて、履いてらっしゃる方が多いかなとは思うんですけど、これね501も今結局もう1本だけ、それもまあリジットから履いてるものになるんですけど、それ1本ですかね。どちらかというとウエストの太さに対して裾幅とか、そういうのがやっぱり、ね、自分に合うものが結構少ないと言いますか、履きたいシルエットになかなか合わないなっていうのがあって、僕はもうリーバイスだったら、606 と,、517、ちょっとフレアのねブーツカット寄りのシルエットになりますけど、その2本がメインになります。でも多分リーバイスで履くデニムで言えばもうほぼ606のみだと思います。割合で多分9割は606履いてると思うんで。でね、まあここではすごくこう履いた感じを見せたりとかっていうのもなかなか難しいんですけど、ね、この3着同じものをなぜ持ってるかと言いますと、3着ともちょっと履く用途を分けてるんですよね。デニムを履くのであれば絶対今はノークッションで履きます。こう溜めて履くような履き方はしないので、履くシューズに、かからないギリギリのラインでカットしてます。なので、この3本も自分のまあ丈で言うと、全部同じに揃えてます。でウエストサイズも同じ、もともとのレングスをねリーバイスはまあ選べるんですけど、僕はウエスト32で固定してて、真ん中のこれだけ32で、いわゆるこれがジャストのもので、34は、まあ、僕の身長に対してはちょっと長い、自分の履きたい感じに対しては長いっていうようなドレングスになってるんですけど、なぜこう34で買ってるかというと、まあ言ったら32、レングス32でほぼ切らなくていいものと、
レングス34に設定しているものをカットして同じ長さに合わせるのでは裾幅が変わってくるんですよね。なので僕は個人的にこのペンシルフィットって言ってこう先細りになってるこの606のシルエットがすごく好きなんですけど、履きたいスニーカーによってはちょっと裾幅が狭すぎると感じる時があるので、ちょっと裾幅をもう少しゆとり持って、計算したいなと思う時に用にこの606の、ベストから、レングスを長く設定したものをベストのサイズまでカットする。でそうなるとこのペンシルフィットなんでどんどん先細りになっているものをどこで切るかで太さがまあ変わってきますよね。そこまで、自分の中で、この606に対しては計算して3着履き分けてます。まあ同じ3着を同じように履くかっていうのもちょっと違ってて、1着は、もうカットオフにしてます。もうカットオフで履くよで、もう一つは、シンプルに606のシルエットで履くもの、まあ1回折るぐらいですね。ともう一つはもう少し裾幅にゆとりを持たせるために34をちょっと長めにカットして一つ折って、でなおかつこれはセンタープリーツを入れてもらってます。前面と、背面のお尻下まで入れてます。この裾上げしてる2着に関しては共通させているのがユニオンスペシャルの裾上げで、8ミリ幅で、これはちょっと固定でどのデニム他のブランドでも僕は同じ幅でここをね設定してます。まあこういうのはもう本当にこう正解がないものと言いますか、何がかっこいいかっていうのはその履く人それぞれによって変わると思うので、ユニオンスペシャルがどうとか、幅がどうとかっていうのはもういろんなものを自分で見て、いいなと思ったものを取り入れていけばいいと思います。であと、この606はまあいわゆる廉価版ですので、ちょっと色はね浅いと言いますか、ちょっと青が濃いんですよね。インディゴのこうネイビーの深みがあるかって言われたらちょっとさっぱりした色合いと言いますか。で僕はどっちかって言ったらあまりこうヴィンテージデニムとかっていうものにさほど関心がないので、まあ確かにこう色落ちとかすごいものを見たらかっこいいと思うことはあるんですけど、でも半分半分と言いますか、それそんな高いのでそれでいいっていうのもあるし、あとは今このなぜリジットから始めたものしか履いてないかって言ったら、やっぱりこう古着で買ったものとか、まあいわゆるヴィンテージって言われるようなね高額なものとかのデニムも買ったこともありますけど、やっぱりねこう自分の癖とかシワとかに合わないんですよ。で僕もどちらかといえば身長が低いので、例えばウエストは合ってたとしても裾が合わないで、自分の折り返したい幅に合わないってなった時にカットするわけにもいかないんですよね。もう裾にも当たりがついてますし、まあ、当たりを残したまま裾上げっていうテクニックもありますけど、やっぱり不自然ですし、ってなった時に本当にジャスト中のジャストっていうものもなかなかないと言いますか、要は自分の履きたい感じ、合うで、さらにこういわゆる蜂の巣ですよね、もも裏の色落ちの部分ですよね、そこが自分の動きに合ってないっていうのがすごくやっぱ気持ち悪く見えるんですよ。だからまあヴィンテージを否定するわけでもないし、加工物のデニムを否定するわけではないですけど、やっぱりもうそういうものを履いてってやっぱりね愛着が湧かないというか、自分の癖じゃないものがしっかりついてるものっていうのはちょっとね気になってくるんですよ。なのでどっかのタイミングからもう加工済みのデニムとか、まあ、中途半端なユーズドのデニムっていうのは、まあ、一部デザインを除いてほとんどもう手放していて、501も、606も517も、全てリジットからリーバイスに関してはほぼリセットしました。なんでちょっと606もねこれやっぱり3本を履くっていうのってかなり大変ですし、そもそもデニムばっかりを履くわけじゃないし、どちらかといえば履く頻度は少ないので、これが本当にまあちょうどいい感じになってくるのは何年後なのかなとは思うんですけど、でもまあ正直606に関しては他の501とかの考え方とはちょっと違うデニムだと思うので、まあ色落ちがどうとか、ヒゲ蜂の巣がどうとかっていうのはさほどまあ気にならないし、ヴィンテージでもちょっとこう特殊なラインといいますか、
ね、本当に当時のものがあれば高いですけど、まあ、数もそんなに多くないですし、そういう色落ちで出てくることもまあないので、なんでまあ最初、一番最初、まあ生の状態で買って一度洗って糊を落として、で、僕はもう一度糊付けをしてるんですけど、割と細身のものになるので、糊付けの動画とかもたくさん出てて、そういうのも一時期参考にしたことあったんですけど、こういうスリムタイプのデニムに糊付けをすると、まあ、メインはね、多分このヒゲ部分、蜂の巣部分をしっかりやっぱりする方が多いとは思うんですけど、このね、蜂の巣部分ですね、もも裏、ここはスリムな分細かいシワがグッと寄るわけじゃないですか。ってなった時に、後ろのもも裏だけすごくノリが強いと、ここがギュッとね上がってしまって、こう見た時にね、後ろだけがデフォルトで上がってしまうような形がなるんですよ。それで履いてしまわないといけなくなるので、606に関しては、ノリ付けは、前面のまあヒゲが出るであろう近辺のみにしてます。もも裏はもう自然につくだけで十分だし、あまりバキバキにこうヒゲ蜂の巣が欲しいわけではないので、ただまあ色落ちしていく過程でちょっと自分の癖っぽいものがつけばいいかなぐらいで思ってるので、糊付けに関しては、それぐらいにしてます。でね、本当に606は履いたことない人は履いてほしい。なんでちょっとこう、もう元々ヴィンテージ好きだよとか、リーバイスのデニムすごい好きだよっていう人は、おそらくこう今606を履いてもさほど響かないと思うんですけど、あまりこうリーバイスのデニム買ったことないなとか、あんまりヴィンテージ詳しくないなとか、なんかこういうねちょっとベーシックなブランドほどやっぱりちょっとねハードルを高く感じる人も多いと思うんですよ。なんか詳しい人がいすぎて、なんか中途半端なデニム履くとバカにされそうだなとか、なんか僕もちょっとそういう風潮嫌いなんですけど、でもね、どちらかといえばデニム慣れてなくて今の感覚でもすごく履きやすいシルエットだと思います。で、色も濃すぎず、まあ、ネイビーの深いものではないので、合わせやすいと思いますし、僕がね一番好きなところはシルエットと、あとねこのポケットなんですよね。このポケットの縦長の大きいポケットがすごく好きで、それこそ501とかだと年代のものによってポケットのサイズとか、まあ、ステッチが変わったりとか、まあいろいろね細かいディテールをこう気にするようにはなるんですけど、すごくこう今っぽいというか、これはね LVC の69年のモデルの復刻のレプリカなんですけど、すごく綺麗なパンツだなと思ってて、2020の春夏かセリーヌのパンツにこれ606が元なんじゃないかなみたいなのがあったりとか、割と今っぽいものも606をベースにしてるんだろうなっていうものもたくさん見かけたりするようなシルエットなので、すごく履きやすいと思いますし、まあ今から買うとしたら、これは LVC のヴィンテージのラインなので、ヴィンテージのレプリカのラインですね。で、606はやっぱりその人気は多分低い方だと思うので、 LVC がカイハラの日本製のデニムに切り替わってるんですけど、606はねまだホワイトオークのものが残ってたりするので、まだ手を出しやすいかなと思います。古着屋さんで見つけるのもいいかもしれないですけど、正直606の色落ちがかっこいいものを探すのって相当難しいというか、まず本数も少ないですし、通年でずっと定番で出てるものっていうものではなかったりするので、古着で探すよりはおそらくリーバイスで販売されてるものを買う方が早いんじゃないかなとは思うし、この LVC の606は本当に色もシルエットもおすすめです。なんでね、この僕がセンタープリーツを入れてるのはかなりちょっと亜種と言いますか、これをおすすめするわけじゃないけど、でもなんか僕デニムを履くときはアメカジっぽくはしたくないので、ちょっと綺麗めに見せたい時にちょっとこういうスラックスっぽい要素があったりとかすると、ちょっとまたね見え方も変わったりとか、自分がこの好きで606を履いてちょっと味変えたいなって思う時にすごくこう役立つ一本と言いますか。なのでね、デニム好きの人にはちょっと今の段階でおすすめするものではないですけど、何のデニム買ったらいいかなっていう時にちょっと試着してほしい一本です。リーバイスでもね結構墨の下の段とかにあるんで、
すごくね、こうはぶられてるような感じのデニムですけど、とてもいいと思います。だし、若い人になればなるほど履きやすいと思います。あのリーバイスのね、まあイメージって言ったらやっぱ501のあのズドンとしたシルエット、まあ多少テーパードが効いてても、まあワイドストレートっぽいイメージを持ってる人が多いと思うんで、こういうちょっとスリムで今っぽいシルエットで履けるものっていうのはちょっと意外だと思うんですよ。しかもこう現行の今っぽいスキニーっぽく作ってるものではなくて、ちょっとやぼったさ、古臭さもありながら、リーバイスのその昔の歴史も感じながら、今っぽいシルエットも取り入れたような、一本だと思うので、ね、すごく不思議なシルエットだと思います。ピタピタしてないけど、スッキリ見えるデニムといいますか。何年もずっとこればっかり履いてます。ちょっと長くなってしまったので、また別の機会にこの3本をどういう履き分けをしているのか、どういうシューズと合わせるときにこの3つを分けているのかっていうのをちょっとまた機会があればやってみようかなとは思ってるんですけど、デニム自体はやっぱりこういう自分が偉そうに語るっていうのが難しいアイテムだとは思うので、詳しい方いっぱいいらっしゃいますし、ただやっぱり、ね、606はちょっとね、そういうレビューをしてる人も少ないと言いますか、デニム好きになればなるほどやっぱりね、ここじゃなくなってくると言いますか、なのでちょっとこう606をあえてお話しさせていただきました。なんでまた着用とか、あの足元のシューズ履いた状態でお見せできる機会があればまた見ていただけたらなと思います。今日もありがとうございました。